えーとではパネルあ大勢四名者のパネルディスカッションを始めたいと思いますえーとパネリストの方々はあのお大竹先生伊藤先生中村先生森川先生でこの順で行いますあのまあ大竹さん伊藤さん中村さんについてはもうすでに登壇されたのでご紹介が済んでおりますけれどもえーと森川さんは現在リエティの副所長で、えー サービス産業の生産性に関して非常に重要な仕事をなさっておりまして、まあ、EBPM についても今日お話があると思いますけれどもそのなぜこう進まないのかとどういった阻害要因があるかということに関して今まで分析を進めてこられておりますでこの順、えー、とパネリストの方々にまず5分ごとぐらい5分強ぐらい1人ずつお話をいただいてその後で全体としてのディスカッションを始めたいと思います それでは最初に大竹先生からどうぞ。はいえー、私は EBPM の実装についてというテーマでお話しさせていただきたいと思います。あのまず、えーまあ、EBPM が必要な分野って何だろうかということで、えーとまあ、3つぐらいここでは挙げております。1つ目はですね、まあ 先ほどからある政策目標があって何か政策を行うべきだというふうに分かっているんだけれども内山先生の話だとショートリストロングリストありますけどそれに対する複数の選択肢があるといううち何が最も効果的か分からないというふうな場合に、えーっとまあ、エビデンスを作っていくとで、まあ、分かっている場合にはそれを選べばいいという形になる。それから もう一つはですね、じゃあ、特定の政策が有効な政策である可能性が高いんだけれども、予期せぬ副作用があるような可能性もあるかもしれない、それはまあやってみないとなかなかわからないということだと思います。そして3つ目に、まあ、今まで行ってきた政策の、えー、政策効果を検証して、効果が小さければ改善したいというふうなインセンティブがあるんではないというふうに思います。で えと私は、まあえー、と最初の方とまと、あ、最初の例で今日私のプレゼンテーションもあの、まあ、何が有効か確実にわからないケースにテストをしようという例だったんですけれども、まあ、最近あの、政策効果で効果がありそうだと思ったけれども予期せぬ副作用があってやめたというのがこの人生会議のポスターだというふうに思います。あのまあ 病気で回復の見込みがなくて四季が迫る終末期にどういうふうに過ごしたいかというので、まあ、事前に家族たちと話し合うというのが人生会議なんですけどそれを進めましょうというポスターを案として作った作ったけれどもこれに対してすごい批判が出てですね配布する前に撤回したというのが最近あったことなんですけれども。 これも実は、えっと、おそらくですね民間企業のこう広報がやるとするとですねもう少し事前にチェックするんではないかというふうに思います。で今日私がお話ししたような RCT であのどれが効果的でどれが反発を受けないかっていうことはある程度事前に分かるそれから伊藤さんの本の中でもですねオバマ大統領が あれオバマ大統領でしたね、えー、選挙戦術でどんなホームページのデザインにするかっていうのを AB テストでこちらの方がいいということをやってそれを実践していったということがあります。でこういうケース広報系についてはですねやはりえっと今の時代比較的簡単に RCT ができるわけですね。 まあ、使ってですねやっていくっていうのも一つなんですけれども、えっと、この時代に RCT でやっていくっていうのが可能ではないかっていうふうに思いますそれから予期せぬ副作用効果があるからそれでいいんではないかっていうことについても、えー、実はこれ私、えっと、医療現場の行動経済学の中で書いたものなんですが、えー、っとあまり望ましくないがん治療を、えー、の治療法を選ばせないためのメッセージ い,うのをいくつか RCT でで行ったんですねで実は一番効果があったのは、えー、っと治療を受ける場合社会保険料の負担が1,000万円かかりますっていうのは実はそ,そういうそれだったら受けないって人はすごく多いんですけれどもだけど見捨てられたように感じたとか改善の必要があるっていうのは非常に不満が強いだからこれはまあ効果が大きいかもしれないけども使わない方がいいメッセージだということの例です。それから 私が今日お話ししたあの広島県の防災のアジについてもですね一番効果が大きかったのは「あなたが避難しないと人の命を危険にさらします」っていうのは効果が大きいんですけれどもそれも、えー、と実は同調圧力が強いとか被害が出た場合の責任感を強くさせて心理的負担が大きいという批判がかなり大きい。で結果的に、えー、と行政で使っているのは その次に効果があっ,たけれあってあんまり、えー、とメッセージ批判がなかった、えー「あなたが非難すると人の命を救うことができます」っていうポジティブメッセージの方を使っているというわけです。ですからあの、まあ、効果が大きければそれでいいのかというわけではなくて心理的な負担というのもやはり考えていく必要があるだろうというふうに思います。でしたがって、まあ えっと、行政においてですね行動経済学的なメッセージ介入というのは、まあ、政策手段として標準的になってくるというふうに思いますけれどもで特にまあこのタイプのものは比較的簡単に RCT で、えー、チェック有効性がチェックできますし副作用もチェックできるというメリットがありますから是非使っていただきたいというふうに思います。でもううつ、えー、過去のの政策の有効性を検証したいといとに あのまあ実は政策を行う前から政策の有効性の検証ができるようにしておくっていうことが必要です。例えば、えー、政策の中にどっかにランダムな要素を入れておくとあるいは、えー、特定の基準を設けてその基準の周辺で比較できるようにするあるいはあれさらに、えっと、それ前の同じグループのうち一部に制度を適用するような仕組みをするというふうな仕掛けを 入れておくかどうかでその後の検証が全くやりやすさが違ってきます。でもう一つ大事なのはデータを電子化して統合化できるように整理しておくということです。ですからまあそこがあのえっ、ー、と行政の担当者としては最低限の、えー、EBCM のあの知識があればこういったことができると。研究者の協力も得やすい。 といいう,うに思いますそして最後実務担当者のメリットとしてですねデータを新たに集めるための負担を増やすんではなくてですね行政データ業務データから削減できるようなデータをうまく蓄積しておくということそして EBPM が実務担当者にメリットを感じられるものにすると、まあえっと、それをやることでフィードバックをして実際に政策形成に使えるいう というところに持っていけるような形にするっていうことが大事ではないかというふうに思います。以上です。ありがとうございました。では続いて、えー、伊藤先生にお願いいたします、えー。ありがとうございます。えっ、ー、と資料は作ってきたんですが、その前にちょっと資料に移らずにあの先ほどの成田先生の発表がああまりにも刺激的で。 私の発表があまりにもなんか普通すぎて申し訳ないなと今思ったんですがちょっとでもあまり刺激的な中でちょっとあの私も考えさせられた部分があってあの多分まず1つにデータをそのデジタル化していくことが EBPM はしなくていい理由になるっていうのは私はちょっと多分成田先生とは違う意見を持っていて多分 EBPM を考える必要はまだあって。 なののでそのデータをデジタル化して追加していくというのは並行してやっていく作業なのかなというふうに思っている部分ではちょっと意見が異なるんですけどただ、一番意見が近かったのはそのビジネスの場でデータドリブンなディシジョンメイキングっていうちょっと全部英語であれですけどもそれがどんどん進んでいるのになぜ政策現場で進んでいないのかという考え方は非常に重要だなと思いましてちょっと自分のありにちょっとノートを書いてみて。 あの整理したんですけどスライドがなくて申し訳ないんですけどあの一番大事な違いは2つあると思っていてまず1つ目はゴール設定だと思うんですでビジネスの現場ではゴールが非常に明確なんですよねでほとんどのビジネスではまあ基本的にプロフィットあのその企業としての,あの利益を最大化すると非常に明確なゴールがあってやりやすいんですよね ところがそのポリシーの現場ではゴールがはっきりしないケースがとても多いわけです。でそれはもうしょうがなくて1つのゴールがそもそも存在しないのかもしれないのでしょうがないんですけどだからしょうがないからという理由で多分ゴール設定をしないケースとかゴール設定が曖昧なまま進むケースがあまりにも多いので EBPM というのはエビデンスを用いてより良いゴールへ向かっていこうということなんですけど多分ゴールすらない。 ゴールがどこかもわからない状況が多い中でエビデンスを使ってももうしょうがないわけです。なのでそのゴールをどう設定するのかというのが重要で、えー、例えばその政策をやる際にじゃあこの政策をやるゴールは何なのか例えばその雇用を高めることそしたら雇用を高めるいくら使っていくらの雇用が高まったのかっていう数値が必要かもしれないし例えば電力の消費を抑えることかもしれないしまあもしくは何だろうその えと医療で言えば、ある政策をすることによってあの健康状態を良くするかもしれない、そのゴールを設定するということがまず大事かなとで思いました、でもう1点はですねあのやっぱりその成田先生がおっしゃっていたように、そのインセンティブの問題なんですよね、EBPM みたいなデータドリブンなやり方をするインセンティブが、これはまたビジネスでは非常にはっきりしていて、それが金につながればいいんだと、基本的にはですよね。 ところがその,の EBPM をやっていく実際の実務家の方というのは地方公共団体でも国の機関でもいわゆる館長ののに勤める方たちでその方のインセンティブって何なのかっていうのをちょっと僕は今日皆さんにお伺いしたくて EBPM をしたところで何のメリットがあるんでしょうその新しいことをやってるという自発的なあの素晴らしい気持ちで。 やるることはももちろんできるんでできすけども実際それが次自分が面白い政策に携わることにつながるのか昇進につながるのかもしくは昇級につながるのか非常にはっきりしない中でむしろリスクを冒してそういうことに取り組む人がどれだけあれるのかってちょっと僕は疑問でそれがもう一度ビジネスの場ではとても明らかですよねアマゾンで働いている人がどんなデータ分析をしてどれだけ 商品の売上,が上げるかそれによって給料も上がるし昇,給もる昇進もするとだからその仕組みを考えなきゃいけないんじゃないかなと今ゴール設定の問題とインセンティブの問題を私はちょっと今日考えてましたでスライドであのいくつかまあ考えたことはあったんですがどちらかというと皆さんの意見をお伺いしたくてただ一つちょっとあの考えたかったのが あのまあ、ゴール設定とインセンティブの問題を解決したらの話なんですけども一つ長期的には考えたい僕なりの夢というか理想は政策を始める段階でこれは大竹先生のお話に近いんですけど政策評価をすることがもうビルトインされている財務省に、まあ、中央官庁で言えば財務省にある政策を持っていって予算を請求する段階で財務省からこれどうやって評価するんですかっていう こここととが入っっててんんななデータとこんな方法を使って評価するんですととといいうことが最初にないと予算が下りないで予算が下りて政策が終わった段階では自動的にデータも分析結果も出てきていて財務省への報告がありじゃあ来年度それをやるかやらないかを決めるとそういったビルトインの仕組みをいくつか作れたなと、まあ、僕なりの22世紀か21世紀のあの。 あれでただメキシコ政府などでは実はそういう仕組みがもう実はあってですねだから別にそんなに絶対無理なわけじゃないと思うんです最後にちょっと時間も押してるんであの先ほどの話につながるんですけどもやっぱりその末端でやられる方のインセンティブを考えなきゃいけないとであの労力も費用もリスクもある問題でどうするのか。で私が ちょっといろんな省庁で話しているときにぜひやってほしいと言っているのはまずは政策評価をしたこと自体に非常にこう何かのベネフィットがある仕組みを作っていただきたいと上司が褒めるとか昇進につながるとか何かわからないんですけど評価をしたことで悪い政策だって分かったことも素晴らしいとではないと評価をすること自体が怖くてですね誰も踏み込まないと思うので評価すること自体を評価する。 もしくは予算を与えるというような仕組み作れないかなと私は思っています。すいません、おしまい。はい、ありがとうございました。では続いて中村先生お願いいたします。はい、ありがとうございます。あの今伊藤先生の方からはそのインセンティブっていうお話があって、経済学者はインセンティブが好きなので、やっぱどういうふうに制度設計をしてインセンティブ付けをするか、動機付けをするかということをまああの非常にその論点は大事なんですけれど、私はやっぱり 研究者一研究者としてどういうふうにすればこの EBPM の流れを定着させられるかっていうことを考えた時にここ数年あの熱心に取り組んできたことが2つあって1つはさっきのセッションの質問でもあったんですけどアウトリーチをしっっかりやるっていうことなんですよね我々の研究がどう世の中の役に立ってるかっていうことをちゃんとアウトリーチとして国民の皆様に行政にきちんと伝えていくっていうことは非常に重要なことだと思っててもう1つはできるだけ直接行政観や政治観 政治家とと対話をしたいいっていうことなんですねやっぱりその直接話さなければ直接きちっと説明しなければわからないこともたくさんあると思うのでお声をかけていただいてお話しに行くこともありますしこちらから担当のあの政治家の先生だったり行政官の方にお声をかけてできれば説明に行きたいので30分ぐらいお時間をとってくださいというふうに言って行くこともありますでその2つの中であのもう1つあの次世代への教育っていうことも <laughs> あの一生懸命考えるようにしていて。 というのは私がこう結構上の先生と一緒に行政に行ったり政治家の先生のところに行ったりするとあの本当に結構びっくりするような先生たちがいてさっきの伊藤先生の話あのあの今日の伊藤先生のプレゼンの中にもあったんですけどいや僕はねこうこうこういう論文を書きたいのでどういうデータ出してくれるのみたいな感じで行政でこう結構真顔で言っちゃう偉い先生とかがいてその業績のある先生ほど結構そういうことを普通にやってしまうんですよね。でそそそうううすると政政策の方は多分その行政官の方方はは多分行官いう学者を見てもう 本当にややこしい人たちだなっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう側面は確かにあるんですけれども、やっぱりそのあのそうではなくて。 ちゃゃんとと対話にななるっってていいいうところを作っていかなきゃいけないとでそうすると習うよりなれろじゃないんですけれどあの実際に行って勉強することが一番いいんじゃないかと思うんですで私あの大竹先生と結構いろんなところでご一緒させていただいて行政官とお話になる大竹先生のあり方から学んだことってすごいたくさんあってなので若い人をなるべく連れていって一緒にそのあの行政官と議論をするところ政治家と議論をするところを若い人に見てもらいたいなっていう気持ちがあるんですね。でその時に に最近その若い人たちから言われるその2つの懸念点がこれでで一つ目はその学術研究の結果をその都合よく切り取られたら怖いっていうことをすごく言う若い人が多いんですでもう一つはアカデミックインデペンデンスの問題でその効果測定をやったときにそれが行政側にとってあるいは現在の政権にとって都合の悪い結果になったときにどうなってしまうんだろうっていうことなんですよねで特に実はこのアカデミック エデミックインデペンデンスの問題は最近研究者の界隈でいろいろ問題になっていて、例えば資金元の行資金元の幹事長からこういう結果は公表するなみたいな感じで圧力をかけられたとか、そういう話が結構あって、でそれはやっぱり良くないというふうに私自身は思っています。なのでこういう二つの問題をま払拭して若い人たちが積極的にその EBPM の推進のそのアクティビティというかそういうところにこうあの参加できる。 切るようにするっていう土壌を今やっぱり作っていくことが重要かなというふうに私自身は問題意識を持っております。はい、ありがとうございました。では森川さんお願いします。はい、えー、っと。えー この EBPM の分野のなんていうか、第一人者っていうか、あのスーパースターの3人の後で、私が何を話すかっていうことを考えたんですが、お、え、そ、ー、らく何か私がこの議論に貢献できるとすれば、あの半分あの、政策の実務に形、まあ、突っ込んでるっていうところがあるからじゃないかなというふうに思います。で、えー、っとこういう議論は、ややもすると、 あのまあ、政府は、行政はもっとこうしなければならないという話の結論になりがちだと思うんですけれども、あのやはりこれあの、 そういう部分もあるんですが研究者側にも結構課題があるんじゃないかなというふうに私は思っていますであのここにおられる3人はですねそういう実際に政策の現場の方とコミュニケーションを取りながらいろいろ仕事されてきてるんでただそういう方は極めて例外的なんじゃないかなというふうにあの感じていますまあ、そういう観点からちょっとこの議論の参考になるようなエビデンスをいくつか今日ご紹介したいというふうに思っていますこれでいいんですよね えっとまずそもそもあの国民とか企業の EBPM に対する認知度、これ、EBPM っていうふうに聞いてるわけではなくて、エビデンスに基づく政策形成ということについて、どう思いますかというふうに聞きますと、ですね個人も企業もよく知ってるというふうに答えてくれた人は、ですね1割に満たないというのがまだ現状でして、そういう意味で、e、EBPM ということはまだ十分、 広くは浸透ししてていといいいいいなとととううことを前提ににた方がいいというふうに考えていますそれから EBPM が必要だと思いますかどうかっていうことを政策実務者、学者、研究者、個人、企業に聞きますと、まあ、必要だというふうに答えられる方が非常に多くなっています。ただ実際に EBPM が実行されていると思いますかというふうに聞きますとかなりネガティブな評価が多くて。 あの学者研究者の方が最もネガティブな見方をしているわけですけれども、えー、あの政策実務者自身あるいは個人や企業もです、ね、同じような見方をかなりしているということがございますじゃあその EBPM を進めていくためには何がそれを阻害しているのかということについてあのエビデンスが必要だと思うんですねで、まあ、これあの4つのカテゴリーの人たちに対してあの同じ質問をしたわけですけれども あのどのグループでもあの50%以上の方が挙げたのが、ですね政策がエビデンスと関係なく政治的に決まるという回答でした、それから、えー、と政策事実務者や研究者の中ではですね統計データの解析や研究を理解するスキルが職員に不足していると、こういう回答がかなり多くございました。えっと、1枚ちょっと飛ばさせていただきますで えっと、エビデンスに基づく政策というのは、ですねあの政策現場で、じゃあ、それが実際にどの程度政策があのエビデンスに基づいているかということを測ることは非常に難しいんですけれども、あの例えば審議会の報告書とか、白書などでですね学術論文というのをどのぐらい活用しているかというのが、一つの尺度になりうるんではないかというふうに思います。まあ、実際そういうふういふに測ってるる研究ももあるわけけですけれども でここではの政府の代表的なあの白書、それから海外の類似の報告書を比較しているわけですけれども、まあ、あの一見して明らかなように、この赤の部分が学術論文の引用数になるわけですけれども、あの日本の,あの3つの白書はです、ね、海外のものに比べて、学術論文の利用度がまあ、まあ、決して高くないという実態がございます。 でまあ、ただあのちょっと弁解をしてきますとここで挙げてる白書っていうのはきちんとしたレファレンスをつけてるっていう点で他の白書に比べればですねまだ日本の中では進んでいる方だということがございますそれから、えー、と一方でじゃあ,あの学,学術側っていうか研究者側にもまあ課題があるんじゃないかという観点から少しエビデンスを紹介したいんですがあのそもそもその政策に使えるような きちんとしたエビデンスがどのぐらいあるのかということが問題になるわけですね。それでここではあのアメリカのまああのトップジャーナルの三つそれから日本のが日本人がよく投稿する学術誌のですねその論文の中で政策評価 実証的な政策評価の論文というのはどのぐらいあるのかというのを見てみますとだいたい15%ぐらいでですね、まあ、あの理論の論文とかいろんな論文があるわけですから、まあ、そ,そ,そこそこですねそういったタイプの論文はあるということがわかりますでところがあのその内訳を少し詳しく見てみるとですねアメリカのトップジャーナル、まあ、これあの伊藤先生なんかもしばしば載せ,せているあのジャーナルになりますけれども えっとこの RCT ですね、それから RDD、DID といった、まあ、これまでの議論でも出てきたような、まあ、因果関係を明らかにするための手法を用いたあの論文というのが非常に多くて、あの日本の、あのも日本を対象主にな対象としたこの学術誌というのはです、ね、まだそういったもののシェアというのはあの多くない、これ、過去10年間の,あの累積の結果ですけれども、というようなことが、えー、ございます。それから えっとまあ、そういう中で、えっとまあ、リエティではです、ねこのえっと、政策実務と学術研究をまあブリッジしていこうということで、えー、この EBPM チームというのをです、ね、2年前に発足させまして、えー、今日第一セッションでモデレーターを務めました関沢さんがです、ね、このコーディネーターをしておりまして、それから政策エコノミストというあの若手の,あの PhD 取った方をですねあの毎年採用して、こ、まあ、今年も2名あの優秀な方を取ることができました。で、えー、っと現在、またあの来年度に採用するような募集をしているところで、1月のあの半ば過ぎぐらいまでですね募集をしておりますので、あのこういった分野に興味のある方をご存知でしたら、ですねぜ,ぜひ進めていただければなというふうにあの思っています。で、えー、っと最後に、えー、っと、 この EBPM についてはです、ね、あの中室さん、それから伊藤さんの本がありまして、かなり人口に感謝してるんですが、どうしてもこの、特に RCT がそうなんですが、個人を対とかです、ね、世帯を対象としたことが前提にされてるケースが多いと思うんですね、であの伊藤さんの場合はちょっと違う部分が入ってるんですけども。で あの企業とか産業を対象とした政策の自己評価というのはちょっと別の難しさがあるということをあの申し上げておきたいと思うんですね。で、えー、ただあのあので政策の利用情報ですね、例えばどの企業がどういう税制を使ったとか、どの企業がどういう補助金を受けたというような情報と、これとの政府統計のミクロデータをリンクさせるということが大変に重要になるわけですけれども、これが実際に先ほどの EBPM チームがです、ね、いろいろやってる中で、かなり苦労する、マッチングが非常に難しいというような問題が分かってきました、でそういう意味ではあの、法人番号制度っていうのが導入されたので、これから行われる政策についてはです、ね、法人企業単位ではあの比較的分析がしやすくなる可能性があるかなというふうには期待しています。 それからあの先ほどちょっと言いましたけども個人を対象とした政策と比べて、えー、RCT っていうのがですね企業を対象とした政策の場合にはかなり難しい面があってあの企業によって非常に違うわけですね例えばあのトヨタと日産を比較するとかですね え三井物産とあの住友商事を比較するみたいなことってのは非常に難しいわけですで、えー、ただ一方で企業の場合にはあの観測可能なあの企業特性に関する変数が豊富だっていう利点があるのでむしろ別の,あの分析手法をですね適用する余地がかなりあるんじゃないかなということがあります。 それからの企業のに対するあの政策の効果というときに生産性とか利益率とか設備投資とかですねこういったものをどれだけこう高めたかということがまあ課題になるわけですけれどもこの企業のこ,のこういった指標にですね目に見える影響を与えるような RCT というのはですねほとんどコスト的に難しいだろうというふうに思います。そういうい意味ではは産業政策の場合には あの自然実験に基づく DID、RDD とかですね操作変数を使った推計などがまあかなり有用だろうと、ただそういったタイプの研究があのできる場合というのは実際にはかなり限られるし、えー、どういうあの政策をその評価の素性に乗せるかということ、それから学術研究というのはどうしても論文になる素材に偏る可能性があるというような問題があるんじゃないかというふうに考えています。最後にに政策実務における <laughs> その インセンティブっていうかですね、この問題については、あの何人かの方がおっしゃいましたので。後ほどの議論の中で深めていければというふうに、あの思っています。ちょっと超過しまして、申し訳ありません。はい、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、いろいろご質問も出てるんですけれども、一応あの全体としての。あの。共通の課題というか、そちらの方、私からちょっといくつか。あの皆様にお聞きしたいと思います。で。一番最初に、その、森川さんのご報告の中で。 EBPM の阻害要因として政策エビデンスと関係なく政治的に決まるというのが一番大きな阻害要因というのがありましたで、まあ、これは政策決定のに、まあ、政治的判断優先が EBPM の阻害要因の一つだということを意味すると思いますで中村先生のご報告の中でも学術研究の結果を政治的に都合く切り取られる恐れとい,いった問題も指摘されました でまあ、あのエビデンスは政治的な選択的利用があると、まあ、そうするとやはりエビデンスがに関してもその信用を失ってしまうという可能性もあるわけですね強、まあ、いてはその行政あるいは政策に関する不信感にも結びつきなさい、まあ、非常に大きな問題なわけです。で,で、まああのなんか 中村先生のお話の中で例えばそのアウトリーチをつかめたりその広めたり行政あるいはその政治の方々との交流を深めて理解を深めるといったあの解決策が一つあるということをおっしゃっておられましたまた一般には行政官の方にはその、えー、自分たちの使っている予算がです、ね、正当であるというつまり無駄をしていないでちゃ,ちゃんとその効果を発揮するものに対してちゃんと使っているんだということを確認したいというインセンティブ自体はあると思うんです。 そこでなかなかそういった政治的な政策事務者の中でそういった政治的に決まってしまうというような感覚が持たれてしまうということの現状がやっぱり一つ問題だと思うのでこういった阻害要因 ABPM が広まらない要因いくつかあると思うんですけどその中でこの要因に関してはどうしたらよいかとお考えになるか一人ずつ。 お聞きしたいと思います。じゃあ大竹先生の方から。はい。はいえー、とあのこの問題については先ほど伊藤さんおっしゃったのと私同じ考えで予算をつけるときにやはり効果検証を義務づけるということが大事だというふうに思います。あの特に、えー、と予算をわざわざつけないといけないところっていうのはですね。<laughs> あの効果検証するためにコントロールグループが必要なんですねだからその政策の影響を受けてないグループの調査っていうのが必要でそれ以外調査影響の対象は基本的には業務データから情報が入ってくるんですけれどもそうでない人たちのあるいは会社の情報を手に入れるためにあらかじめ予算をつけておかないといけない。 で、まあそういうふうに効果検証を義務付けられると結果的に効果がなかったっていうことが明らかになるような政策を政治の方でも提案しなくなるのではないかっていうふうに私は思っております,以上ですありがとうございましたでは伊藤先生中村先生のインディペンデント独立性の問題でそこ結構難しいところで委託研究とかたくさんあるんですけどその際に大きなお金をもらえばもらうほど その省とかその課の人たちにとって不利なことを言えるのかっていうそこはすごい課題だなと思っております。で、えー、と今のでもだから政治的なところという意味では今の1点ともう1つはあのそうですね大竹先生もおっしゃられたのでそのことは2点目としてはそのビルトインするという私の話ができればいいんですが、まあ、そういったことをやりつつもただ最後もう1つあの僕は常にあるなと思っているのはあの 先ほどの内山先生のお話であったあのエビデンスベースではなくて最近そのエビデンスインフォームドポリシーメイキングという考え方もあるということであのエビデンスだけで政策が決まることが本当にゴールなのかっていうのは考えた方がいいと思っていて、えー、多分私の知る限りアメリカの経済学者の多くはそうは思ってないですねあくまでも民主主義の国なわけでデータから出てくるエビデンスというのは一つのインフォメーションに過ぎないわけですデータから出てこないこともあるし 本当はデータでは A という政策が一番よくてももしかしていろんなまあ政治的な判断で B になるかもしれないとただ、アメリカの経済学者をよく言うのはですねそのエビデンスを提示しないともしかしてもっと悪い政策の C かもしれないとでもエビデンスがあることによってエビデンスと政治的なバランス関係で、えーとまあ、A が本当はいいんだけど B にしようとでも C にはならなかった。それは エビデンスのある意味もうすでに勝利だというか意義があるというふうに考えるのでどんなインフォメーションをエビデンスが提供できるのかということを私たちは考えるべきであとはただそのエビデンスがうやむやに使われるんじゃなくてきちんとその仕組みの中であの先ほどの予算請求の際に使われるとか政治的な あの判断だけに使,使われるのではなくてきちんとした仕組みの中で使われることは重要なんですが政治的な判断とのバランスは絶対に民主主義の中では必要なんじゃないかなと私は考えています。では中村先生ありがとうございますあの 先ほど、まあ、若い人たちに結構その学術研究の結果を政治や行政に都合よく切り取られると嫌だっていうことを言われるっていうふうに言ったんですけれども、まあ、そういう声は確かに多いんですけど私は若干彼らの話を聞いていてあのちょっとトゥーマッチセンシティブかな <laughs> みたいに思うところはあるんですね。政政治治的的判判断断でで決まってるっててるううののは確かにそそななんですけどその政治的な判断が 単ななるる情報不足によるものなのかどうかっていうのはこれは分からないわけでひょっとしたら十分な情報がないからゆがんだ判断になってしまったっていうことはあるのかなというふうに思うのでやっぱりきちんとその学術的なその成果から得られたあの情報を 分か,るように分かりやすく伝えていくっていう努力をアカデミアの方はやっぱり怠ってはならないんじゃないかっていうふうにあの私自身は思っています。でアカデミアがその情報を積極的に発信していくことの妨げにならないようにアカデミックインデペンデンスの問題は非常に重要であの私はこのアカデミックインデペンデンスに関する問題は例えばあの省庁から出る資金だったりとかあるいはそのえっ、ー、と まあ研究契約書みたいなものの中にちゃんと明文化して盛り込んでいただくことが重要じゃないかなと思うんですね仮に都合の悪い結果であったとしても発表することを妨げないっていうことだったりとかあるいはその極端なプレッシャーがかかった場合はこういうその相談の窓口がありますみたいな形であの制度化してそのアカデミックインデペンデンスを確保するっていうことをあのまああの 文章にしてどこかにやっぱり書くっていうことは必要じゃないかなと思っておりますははいいありがとうございましたで私は比較的これは単純に考えていて、えー、政策がエビデンスと関係なく政治的に決まるんだとすれば、えー、と政治的に決まる部分がエビデンスに、えー、インフォームされるという性質になればいいということだと思うんですねで典型的にはあの国会の質疑の質だと思うんですね。で あの例えばあの私もまあそんなに多くじゃないんですけどあの国会で答弁に立つ機会なんかもかつてありましたけどあの1回すごくいい質問だなと思ったことがあるんですねこれはあの実際ある法案の審議だったんですけれども野党の先生がですねそのあの政策あのどういうふうにその効果を今後検証していくのかどうやってあの統計を調査をするのかとこういうことを質問されたんですね。非常にまああの の困ったんですけど、えー、非常にいい質問だなというふうにあのその時も感じたということがありましたで国会でそういう質問が出てくればこれは大臣は答えなくちゃいけないから大臣はそ,そういう意識になるわけですねで大臣がそういう意識になれば行政官というのはそれは必ずそうなっていくわけでそういう意味ではあの国会の質疑でですねその例えばあの、まあ、極端な例かもしれませんが例えば海外でこの 同様の政策についてですね AR、ER、e にこういう因果関係を示した論文があるんだけどもそれとの関係でこの政策はどうなのかみたいな質問が出ればですねこれはもうものすごくインパクトがあると思うんですねでそれはあの例えばあの質問でもそんなこと急に聞かれても困るわけで。 質問の通告のタイミングが今みたいに直前じゃなくて、ですね例えば1週間ぐらい前にそういう質問をするっていうことを通告してくれれば、そうしたら役人も一生懸命勉強するわけですよ、その原点の論文読み,読みますよね、ですから、そういうふうにあの政治のプロセスが変わるっていうことが決定的に重要なんじゃないかなというふうに私は思ってます、はいありがとうございました。いや私お聞きしててやっぱり、あのー 中村先生のおっしゃったアカデミックリーダーの問題に関してはやはり何らかの形で明文化した形でその政府の研究支援とそれからその結果についてはやっぱり独立性を保つということをやはり明記する必要これはやはり普遍主義的な価値観からどうしても必要なんじゃないかというふうに感じました。それからあの政,治の問題政治的判断の問題をあの 考える時にです、ね、何どういったことを達成したいのかということとそある施策が有効かという問題は一応別問題であってその有効性の問題というのは別に判断することは一応あのもちろん一体化してますけど分析的には有効性の問題は例えば目的が良くても有効でないものというのはあり、ま、有効でない政策というのはありますし、えーまあ、そういったことは切り離してやはり EBPM というのは有効であるかどうかということに関しているんだということに どんなその目的が良くてもあの、まあ、これは目的がいい,のはいいか悪いかは価値観によって変わりますからそれ自体の判断は変わってくると思いますけれどもたとえ目的が仮によかったとしても有効でないものにお金を使う有効でない政策を使うということはやっぱり良くないんだと。これはあの やはり情報の問題だと思うんです、ね、この中村先生おっしゃってましたけれども政治家行政の中、まあ、行政官の方が政治,の方政治家よりは非常に情報を持ってるわけですがそれでもやはりどのぐらい信頼できる情報かといったような問題を情報をやっぱり蓄積していくっていうそのためにも EBPM が必要ではないかというふうに感じましたでは次のちょっと関連する問題に移らせてもらいたいと思います でこれはあの伊藤先生の報告の中の論点4、まあ、政策効果の検証を行うこと自体が称賛される仕組みを作れないかというような発言がございましたけどそれに関し,まし,関してです、ね、リスクの問題これ何,何回か他の方々も言ってますけど自分の部署が行った政策の有効性が否定される可能性みたいなものがこう例えば 現在の政策がうまくいってないということのエビデンスが出ると例えば野党から批判されるのではないかというふうに与党が考えたりといったことがそのエビデンスを検証することのディスインセンティブといいますけどやる気をなくさせるって逆にそっちのインセンティブです、ね、に働くという可能性はあるわけです。でそういいった問題にに関関しししてては例えばその今後の新しい政策立案に関して、まず まず EBPM を使っていくというような方向は考えられますけれども、より根本的にです、ね、私はその、これはまあ先に私の意見を申し上げますけど、どう日本,は日本の社会というのはどうもう,うまくいったときにたた評価するということよりも、まあ、うまくいかなかったときの減の点をネガティブに評価することに比重が非常に多すぎ,多すぎ,多すぎ,多すぎるという気がします、つまり減点主義ですね、減点を失敗するとを、失点を減、まあ、点されると。ところが そのリスクを犯して一生懸命いい仕事をしてもなかなかそれは評価されないという、まあ、そういった傾向みたいなものが行政であるとそれがリスクになってるんではないかつまりまあリスク回避傾向みたいなものですねでそれを回避,あの回避していく、まあ、減らしていくにはどうしたらいいかという問題について何かご意見があればお一人ずつあの、まあ、リスクというか まああの否定される場合の可能性に対して恐れるために EBPM が進まないといった問題をどうやったら解決していったらいいかということについておご意見をお伺いしたいと思います。ではあの大竹先生からまた。はい、えー。これはなかなか難しい問題だと思うんですけれども、まあ中中の政府内での評価システムを変えていくっていうのはそれは一番いいとは思うんです。けどそれがそもそもできるのかっていう問題だと思うんですね。で。 1一つの可能性としては例えば政府あるいは EBPM の促進団体が主催して優れた事例を公表していくというのが1つだと思いますさらにはもう1つはそうした優れた事例の中でいいものについて例えば EBPM 賞っていうふうなものを与えると。 というのと日本版ナッジユニットでベストナッジ賞っていうのを昨年から作ってまして各自治体の、えー、とナッジの取り組みを、えー、と因果推論に基づいて、えー、と検証したもののいい事例っていうのを、えー、と検証する仕組みで、えー、とやっぱり急速そういう賞を出すと急速にいい事例が出てきてですね えっと因果推論できちっとテストをしていくという取り組みのレベルも非常に上がってきていますので、まあね、何かそういうあの、まあえっと、ショーみたいなのを作っていって検証していくというのが、まあ、1つのアイデアかなというふうに思います。以上でです、はい、ありがとうございましたでは伊藤先生 その,あのいい政策を打ったことをとても称賛するというのはすごいいいアイデアだと思うんですよねなんかあの多分世界銀行とかそういう国際機関でよくあるのはなんかベストプラクティスみたいな形でこう5個とか10個とか素晴らしくうまくいったものについてパンフレットを作るとかですから EBPM は何かとかそういういったガイドラインのパンフレットももちろん大事なんですけどもっと具体的に例えば各省1つとか各都道府県1つとかなんかこうしっかり EBPM の 評価ももしてかつ政策効果もすごくよくよ出た素晴らしい政策みたいなのをこう称賛するみたいなのがあったらいいかもしれないですねあとはさっき私の報告でも触れたところなんですけどそのやはり効果を検証したことをものすごくなんか評価してほしいなと思うんですでそれが現実的に仕組みとして今できるのか何を変えなきゃいけないのか私は知識を持ってないんですけども。 まあ、例えば財務省がです、ね、その予算請求の際にあのそれを要求してでもし評価をして効果がな,んか,なかったとかむしろネガティブな効果だったとか返ってきたらこの野郎っていうんではなくてよく評価したと来年度もう一度予算をつけるからもっとよくしてこいでその来年度の評価との,その僕ら英語でそのデ,デルタを見るって言うんですけどその変化率ですよね。あの すごく悪かった政策が実は何で悪かったかってことが分かって、えー、仕組みをこことこことここを変えたおかげで次の年度ではこんなに良くなったとその良くなったというところを評価するというなんかそんな仕組みが本当はできたらいいなと思うんですがおそらくその,あの予算請求のいろんなこととかさまざまな阻害要因を悪ものを理想的にはそのダメなものをダメと蹴飛ばすのではなくて駄目だった 理由を突き止めることを評価して、でそれが良くなったらさらに評価するっていうようななんかそんな考えはできないのかなと思っています。中村先生、はい。ありがとうございます。今の伊藤先生のその提案にちょっと一つ付け加えてあの申し上げたいと思うんですけれど、やっぱり一番の問題はうまくいかなかった時についてのリスクだと思うんですよね。効果がなかった時のリスクなんじゃないかなというふうに思うので。 概算要求時に提出したその効果測定のプランに従って効果検証をして仮に効果がないということになってこの授業をやめるターミネートするという判断になった場合それにポイントがついて次の新しい授業を策定するときにそのポイントを使えるみたいな感じで自分たちでターミネートした時の判断にインセンティブをつけるっていうやり方がいいんじゃないかなと私自身は思っております。 おっしゃる通りです私が現場の方とみんなとお話しして思うのはやっぱりその各省の,その課というところに予算があるわけで,である事業を持っていると、ね、多分、一番のインセンティブはその事業を来年も継続することなんですよ予算を削らずに継続することが課長補佐の一番のインセンティブそれ非常に間違っていると思うんですよね。 非常に良くてだめだったことは分かったことはすごくいいんだからそれをターミネートしたら同じ予算で違うことをやれみたいな本当はそういうのがあっていいですよねで多分ビジネスの現場ではそうですよねきっと切ることは非常に大事でそれは非常にいいかなと思いましたえっと私はです、ねえー、っと個々の行政官っていうのは特に霞が関の場合には大体2年ぐらいで移動するわけですね。ですから あのなんか特定の政策をすごく守ろうという誘因はそんなに強くないんじゃないかと思うんですね。ですからそ,のそ,そういう人たちに政策評価をやらせようという時にはあのむしろ人事的な評価というのがやっぱ決定的に重要だというふうに思いますでそういう意味で言うと先ほど申したことの繰り返しになるんですけど国会とか大臣レベルでそういったことが議論されるようになればです、ね、それに対応できない人は出世できないわけですから。<laughs> あの自然とそういう,こうメカニズムが働いてくるんじゃないかなというふうにあの思っています。で、えっと、あのちょっと関連してですね、えっと、何でしたっけね、えっと、全て政策をはじ始める時にあの義務付けるっていうような評価を義務付けるっていう話があったんですけど、えっと、これあの網羅的にやるのはあの私はあんまり賛成ではなくってあのまあ結局あの行政評価みたいなものっていうのはこうどうしてもその一律の 規制をです、ね、あの非常に小さな政策にもこう一律にこうかけるみたいな固定費的な性格を持っているわけですね、であのあの金本先生が昔、あのこれをカンカン規制という言い方をしてましたけれども、非常にこれはペーパーワークを増やすだけになるので、やっぱり重要性が高いものに絞るべきだし、国会とかで,です、ね、重要だとして議論されたものというのが自然に選ばれていくという形がいいんじゃないかなというふうに考えています。 えと私も非常に同感なところが多いんですけど例えば伊藤先生がおっしゃったその、えーとまあ、ポジティブなものって結果を出したものに対して評価するっていうのは実は例えば女性の活躍推進に関して経,経産省ではその。 なレしこ銘柄というのを始めましたしそれからダバスティ百選というのも始めまして非常に優秀優良企業というか成功,成功している企業を表彰するという形で彼らがさらにそれを推進するインセンティブというのを与えております。それがですね 例えば行政の中で、行政の中にも入っておきてもいいんじゃないかと、行政の中にもそういった成功したものを評価して、高く評価して、何らかの形でポジティブなインセンティブを与えていくってことがやっぱり重要じゃないかと、で先ほど言いましたように削らないというお話がありましたけど、やはり最終的には EBPM の目的の中では財政をより効率的にするっていう目的が長期的にありますので、まあ、あのそれじゃなてすぐ、 まあ削るというのではないけれども何らかの形で転換を図っていくチャンスを与えるという形で図ののっていけばその非常になんか自分たちが失敗したから削られたみたいな感じのネガティブな意識を持たないで済むのではないかというふうに感じました。えー、とですね次の問題ちょっと話題変わりますけれども大竹先生の過去の政策の有効性を検証したいということに関して えと例えば RCT であるとか RDD とか DID とか、えー、などができることを意図した調査のあり方についてあの言及がありましたで内山先生のお話の中でもそのアプレイザルっていう事前評価っていう言葉がありましたで事前評価っていうのは実は従来の統計調査の中からあまり出てこない言葉なんですねでで従来の統計調査は、まあ、まあ調査とその性評 英語で言えば SF 表ですけど表を作るっていうことをかなり目的としていたつまり機関統計昔は指定統計と言いましたけどそういった機関統計は社会的な構造を明らかにするっていうことを目的にしたわけですでそれと EBPM あるいは政策に役立つ政策立案に役立つ統計のあり方というのはどうもあの性質が違うとそうするとですね行政内部で従来の統計 もちろん信頼性を非常に高くあの第一に考えるその、まあ、統計のあり方これは重要ですけれどもそれから新しいそういったその、まあ、あの最終的に言えば有効性を意思決定に結びつきやすいより,よりその成功率の高い意思決定です、ね、に結びつきやすい統計,のあり統計を集調査をして統計を収集してあるいは実験をしてということとはかなり目的が異なってくるわけです。で その場合にですねこれからの,その行政組織の在り方としてそういった2つの違う目的の統計というものをどういうふうに組織した方があのこれからの日本の,そのエビデンスベースポリシーを推進する本来の意味でのエビデンスベースポリシーですねポリシーメーキングを推進するという意味では良いと思います。例えばですね、あの従来のの統計調査の組織からは 切り離して考えるのかそれとも現在のそういった統計の組織統計職員を拡大して行うのか人材育成はまるっきり別なのか同じ、まあ、あの中村先生のご発表の中に、まあ、総務省統計局以外に統計の専門家は本来あんまりいないんだというところが一般統計とい,、まあまあ、いうのは非常に多く行われているわけですから実際に統計にあの携わっている方々は多いわけです。まあ それから最近の統計の,そのいろんな不正というのがあったときに調べてみたらマイナーってあまり大きな問題ではないけれども統計の,そのいろんなエラーが見つかったんですね4割ぐらい見つかったという大きな話がありましたけどあれがほとんど一般統計一般統計というのはいわゆる基幹統計ではなくて指定統計ではなくてそれ以外に統計調査によって,行われている政府が行っている統計のことですですですからここでも人材問題というのが非常に、まあ あるわけで,すであの、さっきの問題に戻って、その、従来の統計組織の在り方を強化していくのか、その中の延長として、EBPM もできるような人を経するのか、それとも、まあ、これはも,もともと目的が違うものとして、組織する、まあ、行政の中で組織化していく必要があるのかどうか、もしご意見が,お意見があればあのどの理由も含め、どちらがいいというのは理由も含めて、ご意見があればお伺いしたいと思います。大竹先生から えー、結構難問なんですけれどもあの、まあ、私はですねその全く別今の統計とは全く別の、えー、と部局を作るよりはですね、えー、と今の、えー、と統計にプラスアルファそのこういう EBPM の基本知識を持った人を増やしていくと。 いうのがまあ、現実的かなっていうふうに思います。で、ど,どうしてかというとですね、一つは統計専門職の人のキャリアパスが多分拡大するだろうというふうに思います。だから今までの表を作るということだと、誰かがこうこういう目的で作ってくださいって言われたことをきちっとやるっていうタイプですけれども、そのそれだけだとその多分キャリアパスがあんまり広がらない。 思うんですけれども、政策目的を意識しながらじゃあ表を作っていく、あるいはえー、っと調査の仕方を工夫していくっていうことをえっと身につけていくということで、統計の専門家のキャリアパスが広がるだろうっていうのが一つあります。それからもう一つはあのまあ EBPM に必要な統計知識をどこまで持たないといけないのかっていう問題もあるんですけど、私はまあ。 えっと、最先端の知識は、まあ、専門家というか外部の研究者に依存すればいいと思うんですね。でむしろどんな調査設計をした方がいいのかっていうことについてはそんなに、うん、高度な専門知識が全員が必要だとは思わないんですね。あの伊藤さんも中室さんも優れた啓蒙書を書かれてますけれどもあまずああいうレベルをきちっとマスターしてプラスアルファのところを身につければ。 えとかなりのところまで行くんではないかというふうに思いますのでやっぱり、えー、キャリアを広げていただくということのほうがいいんではないかというふうに思います私はそのい今あるあの統計部門のまま行くべきか別に作るべきかというところに対しての,あの適切な答えを持っていなくて。あの 今あるところの認識があのあの理,理解がそこまで深くないので、えー、一つ私が言えるところとしてはあの今後統計をあの取る時にですね多分今までの統計はあの使うことを全に で分析に政策分析に使うことを前提に作られていなかった統計が多いと思うんですよね。それが今、アメリカではどんどん変わってきていてもちろん今までの統計は残しつつもなんですけどどちらかというとそれを取ることによってどんな分析をするのかという視点で質問票を作るような統計の作り方に変わってきていてその際にここもちょっとディスカッションで私も明確な答えはないんですが。その 博士号を持ったような専門職員を中に入れていくべきなのかそれとも今までと同じような職員の方でいいのであの専門家を招いて一緒に議論していくべきなのかちょっとどっちがいいのかは分からなくて多分アメリカは両方をやってますねあのスタティスティックスとかエコノミクスの博士号を持った職員も入れつつ、えー、と大学の先生たちを招いて、えー、一緒に議論して統計を作っていきますなののでで今その流れが進んでいて なので何に使うんだろうというところの発想を前面にした統計調査の作り方という方向にどんどんなっていっているので日本も今後そういうのはあっていいのかなと思っています私としてはその大規模な組織改編をやる前に あの省庁内の人材をあのもう少しうまく使っていただけたらなって思う時はありまして例えば私の,その学生も修士とかを取って観光庁に就職したっていうのは結構いるんですけれどもでそういう子たちがじゃあ1年目2年目何やってるかっていうと新聞の切り抜きをしたりコピーをしたりしてるということがあってであのそういう若い人たちでもあのきちんと勉強して専門的な知識を持っている人はいるのでそういう人たちをもう少しうまく使っていただけないかって っていいう,うに思いますその年功序列でその、まあ、ジェネラリストを育成するという観光庁のその人事のあり方を、まあ、もう少しその見直していただいて、まあ、例えばあの規模の小さなモデル事業の効果測定みたいなものを、まあ、若手を中心に任せてみるみたいな最近かあの環境省でナジユニットってのありましたけれどもあれも若いあの非常に優れた行政官の方がリードしておられたと思うんですね。そういういいいい事例をこう作っててただいて若いんだ若んけど専門 知識があるってていいいう人を是非有効活用したただきたいと思います。で民間企業も実はこれ同じことが起こっていて私のところの学生は新聞社とかにもよく就職するんですけどうちの学生が就職してるのにその新聞社からあの SPSS S 等を使える人募集年収1000万円以上みたいな感じで書いてあっていやいや去年行ったうちの学生が SPSS なんか普通に使いますよみたいなことで組織の中での人材のミスマッチっていうのがかなり起こっているように私には見えますのでそのミスマッチをなくせば、まあ、かなり無駄が削減できるところもあるんじゃないかなと思っております山口先生の質問の趣旨をかなも正確に理解してないかもしれないんですが。 あの私はおそらく当面はあの既存の統計調査部局とは別なんじゃないかなというふうに思うんですね。で、えっと、内山先生が以前あのイギリスの政策エコノミストっていうのを紹介されてましたけれどもやっぱりあのこの EBPM っていうかこういう政策評価とかをやる人たちっていうのは統計のユーザー どちらかというととうユーザーザだと思うんですよねですからユーザーっていうのはやっぱり政策の現場に近いところにいる人の方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で一方であの統計調査部局ですと例えばあのアメリカだとセンサス局の CS っていうあのところがあってそこにあの研究者がいい論文いっぱいあのデータ使ってあるいは新しいデータの構築なんかやってる人たちがいますけれども。 ああいう機能はです、ね、あの調査統計のところにあの日本でもあってもいいんじゃないかなという感じがしますであのそういうところであの大竹先生が言われたのデータの電子化とか統合化リン,リンクの問題だと思いますけどそれからのビジネスあ法人番号とかです、ね、個人のマイナンバーをどうやってこう活用していくかとかです、ね、そういったところにあのリソースをあの調査統計部局というのは割いていったほうがいいんじゃないかなという,ふうに思います。でもう,ちょっとだけもう一つだけけ言いたいたんですけど えっとこの人材育成っていう観点から言うとですね、やっぱり日本はあの残念ながらあのアメリカと違ってですね、あの研究者の層が薄いと思うんですよね。えー、でそういう意味ではあの例えばあの公共政策大学院とかですね経済学部で公共政策の講座とかいろいろあると思うんですけども、あのそういったところのあの。 あのなんとかな、えー、学生の育成みたいなものがです、ね、もうちょっとこう力を入れてあの、きちんとやってほしいなというふうに思います、それが多分おそらく次世代の,です、ね、あの研究者とか、あるいは次世代のこの館長の職員のです、ね、質の向上につながっていくんじゃないかなというふうに考えています、はい、どうもありがとうございました、私もあの森川さんと、それから、まあ、中村先生がおっしゃったことにも、だいぶあの意見が一致しておりまして。 1えと一つにはやはりあの今までは統計調査をする人は先,も先ほど言いましたように統計表を作るところまででおしまいでそれ以上のユ,、まあ、ユーザー、まあ、ユースとしてはその例えば白書に何何何パーセントみたいな書くみたいなところで終わってしまったわけですで政策決定案のための統計の用というのは本当のユーザーの,のが、まあ、分析というか効果があるかどうかということまで測らなきゃならない。でそれが 行政の中の需要として出てくれば当然、行政の中で作る人とユーザーの連携がないとやっぱりうまくいかないだろうだから、やっぱり何らかの形でその別,別組織になるとしてもリンリン非常に強いリンケージがやっぱ必要だろうと。 作る調査する側もやはりそのユースを意識しなきゃいけないし作る側もその統計の信頼性という意味では統計の専門家みたいなものの意見を尊重しなきゃいけないでその意味で中村先生がおっしゃったように日本はです、ね、実は現在、官庁の中でマスターを修士を持っている人の割合はどんどん年々増えてるんですねですから専門教育をある程度の専門教育を受けた人が実は公務員になってきている。 だけど一旦公務員になるとみんなジェネラリストトラックになるわけですで。その理由はですね、スペシャリストっていうとなんかこう狭く考えられている。で、アメリカではスペシャリストっていうよりもむしろプロフェッショナルと。プロフェッショナルっていうとなんか専門性持ってるけども広い知識も一応他の人たちもみんなそのコミュニケーションできる広い知識を持ってる。ですから狭いススペシャリスト いわゆる議官イメージですねそれではなくてプロフェッショナルをやっぱり育てていくんだというようなことをやっぱり行政の中で意識する必要があるだろうってそうするとそういった意識でもって教育ともリンケやっぱりリンケージしていかなきゃならないだろうというふうに思いますで森川先生の,あのお発表にありましたようにアメリカと比べると例えばその日本でまだその 純実験的なこと、RC、あるいは実験的な i c t を使われている率が非常に少ないとでそれは学問の側でもそちらの要請需要に対してあんまりはあの反応してこなかったよ,よく敏感に答えてこなかったという問題があると思いますで行政大学院みたいなものも非常にそこの中で重要視されてきつつアメリカでは非常に重要視されてきつつあるのでそういった社会への,その社会でのこういった情報社会の中で信頼できるエビデンスっていうものが 行政にかかわらず非常に重要なんだというような認識をその大学自体が持っている。実は日本,日本の大学って統計学部ってないんですよね。統計学科は例えばその数学科の付属してあったりなんかして、そ,のでそれ自体の認識自体が非常に古すぎて、えーまあ、そこのところからかちょっとそこのところの認識を大学科学なんかも含めて考えなきゃいけないのかなというふうに、まあ、感想ですが感じました。でえっと 別の問題に移らせていただきますで。これ、伊藤先生のご指摘の中でですね、えーとまあ、これはあの成田先生のご発表の中にもあったんですが、まあ、壁といった中でですね、規模の問題と、インセンティブの問題というのはありましたけど、それ以外にその、えー、とゴールがはっきりしないんじゃないかという伊藤先生のご指摘がありました。でこれちょっと考えてみたいと思うんですね。あの例えば行政の中で かなり目的をあの曖昧かもしれないけどあの抽象的かもしれないけどはっきり目的があるものはあると思います。例えば、えー、日本の労働者の生産性をどうしたらあげたらいいか少子化対策をどうしたらいいかそれはゴールとしてははっきりしてると思うんですけれども具体的にアウトカムがこう測れるようなそのゴールを設定してそれを評価できるかっていうところにあの少し難点がまだあろうかと思います。つまり目的ゴールはあるけれども 具体的に結果を測ってそれが効果を出したかどうかというあのアウトカムですねもちろん例えばあの少子化問題だったら出生率を上げるみたいなものはありますけれどもやはりそれは単に出生率を上げるんではなくてやはり日本の社会の中でその子育てが非常に 豊かかになるというか子どもたちがすくすく成長していくみたいなことと合わせて出生率も同時に高めていくみたいなことが重要になってくるのでそう簡単にそうあの単純な設定はでき,できないわけです。であのそういった問題についてですねどうやったらその行政の中で、えー、より、えー、合意の達成できる公正性有効性まあ,あ,のあの有効性というか、まあ、公正性とか必要社会の 需要に応じてる必要性に応じているというようなゴールを行政の中でその、えー、設定してですねそれに対してあの内山先生の言ったまずアプレイザルみたいなものも含めてエバリエーションもできるというような体制に持っていけるか,持っていけるかどうかってこの問題についてはどういうふうにお考えになるかこれはまあ行政内部の話なので多分森川先生一番あの森川先生の方からまずお話を聞きたいと。 えっと、すみませんちょっと山口先生の,あの問題的にちゃんと答えられるかどうかわからないんですけどあのゴールって確かにとっても重要だと思うんですよね。であの何て言うのかなただ政策の場合にはですねあのステイテッドっていうかあのた建前としてのゴールと実は本当の,あのゴールが違うことがしばしばあるわけですね。で例えばある何て言うかな人口が減っていく地域のこう あの活性化のためにある政策をしましょうということでやるわけですけどそれをじゃあ地域の生産性が上がってるかっていうんで測ると多分上がってないみたいな話になるわけですねだけど実は本当のゴールっていうのはあの所得の地域間再配分だったりするっていうことがあるわけなんですね。だからあの政策評価をするときにあのあの そこに法律上書かれているゴールとか予算上、こういう名目でついているっていうゴールとです、ね、そうでない本当のゴールっていうのをちょっとよく識別して分析する必要があるっていうことは申し上げていた方がい,いかなと思いましたありがとうございますでは他の方々でこの問題について何かご意見とかありましたら。 あのなんでしょうねあの、多分各政策によってゴールのなんか設定の仕方が少し違ったりするのは僕はいいと思うんですよ、ゴールさえ明確に政策がスタートすれば、そのゴールについての EBPA の後からすることができて、森川先生がおっしゃったように、あのなんかそのゴールさえあの明確になっていればいいかなとで、まあ、建前と。 本音の部分はなかなかか難しいんですけどもあの例えばすごく経済学者な考えをすると経済学者は常にまず考えるのは費用対効果みたいなとこですよね、うん、何かその例えば省エネを進めたいとあったらその数億円かけてやった事業がどれだけの省エネを生んだかとでお金で割り算をするとあのこのぐらいの費用対効果があったとっいうような一つ効率性みたいな部分もありますけどただ同時に。あの なんていうか、分配の問題も本当はあの政策ではあって、あのどういその政策によってあの分配が進んだか。つまり、例えばそのえっと所得の低い層が助けられたかとか、そういったゴールもあっていいと思うんですよ。ただ、私としては常にそのゴールが明記されていれば、後から評価をする。立場になった時にそのゴールをですね。まあ僕ら分析する側からすると、この y と置いてあの？ あのアウトカムと置いてできるのでいいんですけどもそこがなんか曖昧になっているとそ,のそもそも分析さえできないというそのことになるので、まあ、それがちょっと私が考えるところですね。はい、他の方々よろしいでしょうかえー、っとでちょっとあの、えー、またもともとの問題にちょっと戻るんですから戻りますが。 インセンティブの問題というのが、えーとまあ、いろいろ問題にされましたそ,れでその中で,です、ね、若干あの、えー、やっぱ行政のインセンティブと例えば成田,さんがその成田先生が指摘したようなその民間で利順を上げるというようなインセンティブとは違うとただその場合に1つにやっぱり行政のインセンティブというのは公正性とその有効性。 それと合成性とその手段として用いる、まあ、そ,のためのそれを実現するための手段としての有効性というのがあると思います。でその場合にですねやはりあの今,今あの伊藤先生がおっしゃったようなその分配の問題だと例えば当然その結果的には分配というのはトラン、まあ、あの所得債分配を考えると誰 移転所得移転が起こるわけです,、ね、ですから、まあ、形式的には得をする人と損をする人がいる、でもそれが社会にとって有効なんだということをやはり示していくというようなその説明責任が本来、まあ、行政は持っているわけですね、でそのときにです、ね、あの説明責任の中でやはり一番有効なのは具体的に例えばこのためにこういう目標を達成したけれども、これは有効なんだと言えることが一つの説明,説明責任になると思うんです。 ただそこら辺の,その問題意識というのはあまりその議論されているようには私は思えないんですけれども公正、えー、性とです、ね、インセンティブの問題についてもし何かご意見があったらお聞きしたいんですが中村先生どううでしょうか,ダメですか、はい、大竹先生どうですか そうですねあの、まあ、結局それもあのどんなゴール設定してたかっていうことのような気がするんですね。とにかく生産性さえ上がればいいっていう話なのかそれともまあ平等化するのがいいのかあるいはもう全然違うその満足度みたいなのが上がればいいのかっていうことでもまあ あのそれは価値観によると思うんですよであの、まあ、評価する側はその価値観に従ってある,いはあるいは多元的な、えー、と軸でですね、えー、とこっちは良かったけどこっちが悪かったっていうふうな形でも、うん、我々研究者側は出してそれでそれが。 あのまあ、全体として、まあ、プラスとマイナスといろいろあるけれどやっぱり良、えっと、かったんだっていうふうに言うのかあるいはそれは当初の意図と違って副作用の方が大きかったっていうふうに考えるのかっていうのはまさに政治的な判断かなっていうふうに思うんですね。ですから、えっとまあ、役所の人がどこまでそれを考えるのかは分かんないですけど評価する時は。 まあ複数の軸があったとしてもそれはえっと別に私はゴールとしては構わないと思うその,そのウェイトについてはやっぱり政治的な判断でえっと出すとしたら何て言うかな EBPM としては先ほどからまあ少し議論あったインフォームドエビデン,ビデンスベースじゃなくてエビデンスインフォームドっていう。 形ででけばですねあのそれだけで決まるもんじゃなくて価値が複数ある場合には、ね、あの複数の、えっと、コストベネフィットというか政策効果というのを提示してそれの評価というのは、まあ、政治的に任せるというのは1つかなというふうには思うんですけれども。はい森川さん あのですね、多分これあのあのい、普通にあの政策評価の DID とかですね、はい、RDD とかそういう分析するときにはあんまり入ってこないと思うんですけどあのその主な目的は達成していてもなんか副作用としてその所得分配があの公平性があの不平等が拡大するとかですねいろんなことが起きていると思うんですね、ただ普通の,の RDD とか DID っていうのはそういうところはあんまりあの考慮しないわけですね。ただ おそらくあの伊藤さんがパブリッシュされるようなトップレベルの学術誌っていうのはですねあのそういったところもだけどこういう問題があるみたいなものを書いている論文が大体多いように思うんですね。でですからあのそういうい意味でははこれはの 行政の現場に近いレベルの,あの,あの政策評価のところで議論するとちょっと難しくなると思うんでこれはの研究者がです、ね、そういう分析をするときにです、ね、よくそういうい副作用とかいったことを考慮した分析をしてほしいなっていうそういう性質のもののような気がいいたたししまます、はい、あ,のありがとうございましたおっしゃるとおりであの、えー、エビデンス・ベース・ポリシーメイキングの1つの目的は、まあ、意図せざる結果みたいなものを少なくしたいと。 いうことになりますこれは私の、えーっとまあ、ディスカッションペーパーでリーティング発表したものですけども日本の教育政策がその例えば、いとり教育であるとかそれから東京都の学校群であるとか、まあ、意図はあのそれなりにもあったわけであのいいものがあったわけですが結果として、えー、教育の機会の均等の不平等をかえって生んでしまったと。 いうことを示しておりますでそれはですね合理的なその行動を仮定してもある程度予測できた,できたわけですけれども実際にそういったことが起こるかどうかつまり政策,が政策があった時に人々がただ受け身にそれを受け入れるわけではなくてそれに対して自分なりの,その対応をするというようなことがあるわけです。でそれが意図せざる結果を生みやすい そういった人々の行動がどうなる、どう政策ある新たな政策のもとで、どう人々は選択を変えるのか、あるいは同じ選択を続けるのかと,といったことも含めて、実はあの実証的な根拠を得ないと、いい政策は打てないという、それがやっぱりエビデンス・ベース・ポリシーの,あの目的です。なぜかというと政策者、政策者というのは、往々にして、人々はその新しい政策をただ受け入れると。 思いがちですが、実際はそうではなくて、えー、その中でコストベネフィットが生じて、えー、その政策、望ましくないと思う人は、例えば学校群が嫌いだ、それまでは日比谷とかその新宿とか富山とか一流の都立の高校に送送送子どもを送ってきた人たちがあ、これではもうダメだめだというんで、私立に送ってしまうそうすると、例えばそれができるのは中産階級以上の家庭でもって、ワーキングクラスの労働者階級の人たちの子どもたちの家族ではそれができないので、 公立学校に引き続き遅、まあ、らざるを得ないんだけれども公立学校の教育が低下してしまったで東大に入る人たちの平均収入所得が上がってしまってあの、まあ、教育の不平等教育の機会の不平等みたいなものが非常にいましたこれは狩谷武彦先生今オックスフォード大学の教授のご研究ですけれどもそういった意図せざる結果みたいなものがあったわけです。そ、まあ、そろそろ時間となりましたのでで今回はですねあの セッション4に関しましてはいくつかご質問を受けましたけれども今回は全体を通して共通の話題を議論するということで時間を使わせていただきましたではそろそろ,、えー、っととろそろ時間ですので今回の,そのシンポジウムを終わりとしたいと思いますご参加ご清聴ありがとうございました